それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴっていうかやばいぜ。流れるようにスムーズだ。吸い込まれそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。チームにいるのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。指導が外れて初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるのに全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、旧5000系だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損したか。なんかつまんねえ。なんだこれ。さっさとご準備を終わらせるか。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。嘘だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、めちゃくちゃだけど早い。おっと、この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺、来た、内線の前に出てるぜ。行くやんぞ、アメシカ。高級の底力見せやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。さすがだぜ信彦。そのまま逃げ切ってくれ京子。信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ通り。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションだ。五線の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの。わかんねえよそんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言った。東横線は全長25キロと比較的短い路線だから、
先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦況は藤原なら十分チャンスはある。圭介と僕は俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。最速のダウンヒラー、ハンキング手を完全に抑えてる。孤独の中で水も癒やせず、昨日まで僕は仕事に絡みついて、蹴り上げろ血も涙。まさか音なのか。まもなく四番線の信彦が前だとしたら本当だ。よし、いいぞ。抑えてる。いけー。下がり。なんだ。信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのは過ぎた。ゴールまで。いつかいっそこのまま勝ってしまうか。エリス、誰にも分かる。いや、ダメ。信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が有利。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、バランスが少なく滑りやすいので、ある程度の重量がないと粘着力が不足する。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を移すべく粘着力を稼ぐ。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点だ。つまり東急5000系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無助士のアドバイスもそういうことだったんだけど。アドバイス？何が？チャンスは剥落、ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな。そこは自分で掴み取るものだ。分かってだけど、少しでも長くこの2戦の走りを見せてもらうぜ。
暴れる。ビビって抑えてちゃダメなのか。開けた方がコントロールできる。これ以上行かれたら車の限界超えちまう。どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。